で痛くないですか？膝裏大丈夫です。なんかここがね張ってる。はい、お願いします。ちょっと首肩肩甲骨あたりやっていきますね。肩も辛くなったりしますか普段？そうですね、今ぐらいだとどうでしょう、ちょうどいいぐらい、結構ねゴツゴツしてるから、なんか場所によってはちょっと響きそうな感じが、ね、ここが、これでも痛いですか？いや、これは大丈夫。前の方は
出ますね、はい、痛くないですかここ。ちょうどいい、ちょうどいい、ね、ここね、ピンと張ってる感じ、うん、それって五指で押してるんですか。うん、まあこれは五指ですね、うん、こっちも痛いですか？ちょっとね、この辺。そこら辺だとなんか腰の方までくすぐったい感じ。揺らさない方がいいかな。大丈夫。なんかね、緊張感がある感じ。
少し緊張が取れたかな、うん、うん、あ、だいぶなんかゴツゴツ減ったかな、ここね、うん、なんか触られた感じの違いが、うんうん、どんな感じの違いですか？最初はなんか、うん、なんだろう、多分そこを押されると、うん、じわって気持ちよかったんですけど、うん、なんか圧がすごい入ってるのが分かったけど、うん、今は何だろう、うん、全体、うんうん、優しいっていうんですかね、うんうん、なんかその辺とかとこう、うんうん、なんか緩んでくると なんだろう、刺激がマイルドになるっていうか、うん、なんかそんなのはありますね、うん、そうね、硬いとね、ズンって響いたりするから、うんうん、あ、そう、ズンする、うん、ね、効いてる感じで気持ちいいけど、うん、またちょっと変わりますね、うん、よいしょ、はい、こんな感じで、はい、じゃあ腰、ちょっとお尻あたりいきますね、結構腰も張ってますね、ここってどんな感じですか、触られて、あんまり何の感じ、鈍い感じの、うん、結構ね、硬いです、あ、どうですか、うん、なんか押すとね、抵抗される感じ、うん、これ痛くないですか？大丈夫。ちょっと響く。痛いまではいかない。なんかここがね、張ってる。そこへ押されてたりするんです。ね。中臀筋とか。その辺。
ここも結構硬いのがいますね。ちょっと感覚出てきましたかね、うん、でもやっぱなんか押すとなんか力入れられる感じなんかすごく入るわけじゃないけどなんとなくこう緊張しやすそうな感じです、うん、力入れるときとこう、ね、抜くときとメリハリがねできるとねいいんですよ。この辺がね、うん、でだいぶなんか張り感が取れてきたかな。じゃあ足やってきますね。結構張ってますね。で痛くないですか？膝裏、大丈夫です。
うん、痛い。これぐらいだといける感じ。ここはね、筋っぽいもんね。ふくらはぎも痛いですか？触られると。大丈夫です。大丈夫な感じ。結構ね。なんか赤いのが。
だいぶふわふわになりましたね。はい、お疲れ様でした。はい。